何のために今までやってきたんだろう、人生で最大の挫折かな、ここに欠けているって言っても過言ではないです。この YouTube を見られてる方はもうセブンズファミリーだと思ってる。皆さんこんにちは、藤田義和です。今日は、真面目な動画を撮ろうと思ってるんですけど、実は今日、本当はここにいるはずではなかったんです。まあ東京オリンピック2020が、開催されて、僕もですね、オリンピック選手ということで7人制の、ラグビー日本代表としてグラウンドで、活躍、してたかった日なんですけど、まあちょっとコロナでね、1年延びてしまってですね、まあ今ここで撮影することになっています。この延期っていうのが、まあ、決まったのがちょうど僕たちが、セブンの合宿をしている時に決まったんですけど、まあ、本当にその時はですね、何のために今までやってきたんだろうとかいうちょっと気持ちになって、すごいネガティブな、気持ちにはなったんですけど、まあ合宿がちょうどその決まった日に終わって、そこから2日間ですね、いろいろ自分の中で、気持ちを整理したりとか、すごく考えたり、してこう、まあ、なんとか立て直したんですけど、まあ、本当にこのコロナっていうのは、まあ、僕たちがなんかコントロールできるもんではないですし、本当に延期っていうのが決まったので、なくなったわけじゃなくて延期になったので、2021年に向けてもう一度再出発しようと思って、まあ、2日後からはポジティブに捉えることができました。まあ、今回のオリンピックはですね、本当に僕自身ですね、すごく、まあ、ここに欠けているって言っても過言ではないですし、本当にここで活躍をして、リオオリンピックの、リベンジをしたいなと思ってるんですけど、2016年のリオオリンピック最終メンバーまで残ったんですけど、最後の最後でですね、メンバーから外れまして、バックアップという形で、リオオリンピックの、7人制ラグビーの、競技にこう携わらせてもらったんですけど、もう本当にバックアップって選手村にも入れなかったりとか、食べるものもスーパーで自分たちで買って食べたりとか、練習とかももうリオに入ってからは別になるんですよ。正規のメンバーと僕たちバックアップでは練習場も全然なくて、砂浜ビーチみたいなところでトレーニングしてたっていう形なんですけど、気持ち的に本当に悔しかったですし、人生で最大の挫折かなって僕の中では思っています。やっぱり他の選手よりも多分東京オリンピックにかける思いって多分強いと思いますし、このリオの経験があるからこそ東京で、花開いたとか、藤沢は活躍できたって言ってもらえるように、また頑張っていきたいなと思いますし、まだね、あと365日ぐらい、あるので、本当にあまり先を見すぎずに、やっぱり一つ一つをこうクリアしていくイメージで、こう一歩一歩成長していけるようなこうプロセスを踏んでいけたらなと思っています。リオのバックアップで一緒に戦っているのがバツイチヒトっていう今キャプテンをしている選手で、チリともすごい悔しい思いをしていると思うので、まあ、本当にね、僕とチヒトで今回のオリンピック、今回のチームに関してはこう引っ張っていけるような存在になれるように、頑張って、努力を積んでいきたいなと思います。で、まあ、今回、2020年のオリンピックが、延期になり、2021になったことで、オリンピックを目指していた仲間が何名か、まあ、引退っていう形を取る形になってしまって、リモートの、YouTube でも配信させていただいたんですけど、まあ、前回のキャプテンのクワズルさんであったりとか、あと、まあ、僕と同期でセブンズアカデミーから一緒にやった山内と、あと、まあ、一緒のチームでずっと一緒に頑張ってきた福岡堅樹さんとか、あと橋野さんとか、まあ、ずっと一緒にやったメンバーが一緒にこうこれからセブンズできなくなって、まあ、ライバルなんですけど、本当ファミリーっていうぐらい仲良しで、まあ、ちょっと寂しい思いがあるので、まあ、今回はね、まあ、そういう人たちの思いも、背負って、やっぱりそのオリンピックまでもそうですし、オリンピックも、戦っていきたいなと思っています。やっぱりこう挑戦し
したいと思ってた選手たちが、まあ、いろんな事情があって挑戦できないっていうのはすごい悔しいことだと思うので、その思いを、まあ、結果でこう伝えられたらいいなと思いますし、まあ、僕たちの日本代表の目標としてはやっぱりオリンピックでメダルを取ることなので、しっかりとメダルを取ってこう僕たちがやってきたことは間違ってなかったんだよっていう証明もしたいですし、あとまあ自分でこの、リオから5年間努力を積み上げてきてこのオリンピックを目指した証としてやっぱりオリンピックで活躍できたらいいなと思うので、そういう証明も、したい、2021年のオリンピックになります。なので本当に、努力を惜しまんですね、一歩一歩成長できるように頑張っていきたいと思います。僕が YouTube を始めて、合宿の様子などを皆さんに見てもらってるんですけど、まあ、なぜこれを、してるかっていうと、まあ、この YouTube を始めたきっかけも7人制を知ってもらいたいとか、本当にこうオリンピックまで この道のりを、この YouTube で、残してですね、7人制がどんな形で、オリンピックまで強化したのか、どういう気持ちでオリンピックまで行ったのかっていうのを皆さんに知ってもらいたいですし、僕たちの目標である、まあ、メダルっていうところにチャレンジするにあたって、本当にメダルを取った時にこんないいチームだからメダルが取れたとか、あと、まあ、こんな厳しいこと、こんな合宿いっぱいしてだからメダルを取れたみたいな、記録を本当にこの YouTube で残せればいいと思っているので、ぜひ皆さんセブンズ日本代表になった気持ちでこの YouTube を見て応援してもらいたいなと思いますし、もう本当にこの YouTube を見られてる方はもうセブンズファミリーだと思ってるので、会場をこうファミリーに、なんていうか、セブンズファミリー、なんかうまいこと言えないですけど、セブンズファミリーみたいな形でこう囲ってですね、2021年の7月ですかねはもう本当に最高の舞台で僕たちがプレーできるようにやっていけたらなと思うので、ぜひセブン日本代表 この行動であったりとか、まあ、思いっていうのをこの YouTube から、見てもらえたらいいなと思ってます。まあ、本当にファンの方々も、まあ、1年、伸びたりであったりとか、まあ、ラグビーが今、やってない状況ですごくこうラグビーロスであったりとか寂しい思いをされてると思うんですけど、選手はですねしっかりとオリンピックに向けて準備をしているので、僕自身も本当に、全身全霊をかけてこのオリンピックに、臨むので、応援していただけたら嬉しいですし、一人でも多くの人にねこの YouTube を見てもらってセブン日本代表のことを知ってもらいたいので、いいねとチャンネル登録をしてもらって、もう本当にいろんな人に広めてもらいたいなと思ってます。Twitter とか、Instagram 各 SNS でも、僕配信してるので、それもリツイートだったりとか拡散していただけると嬉しいです。ではまた会いましょう。さよなら。